こんにちは。今日もナルト英語バージョン45巻の中から英語を紹介しますね。39ページです。ですね、水月がやられてしまいました。そこでカリンが言っています。水月 is all messed up。 水月がこんなにっていうふうに、日本語ではなってるんですけど、この mess っていうのは乱雑にするとか台無しにするっていう意味ですね。よく up と一緒に使う言葉です。